皆さん、こんにちは。歌手で女優、宝飾デザイナーで画家など多方面で活躍している工藤静香さん、木村拓哉さんとの結婚や薬物疑惑による逮捕の噂で有名です。そこで今回は、木村拓哉さんとの結婚や薬物疑惑による逮捕の噂についてご紹介しましょう。2000年11月23日、木村拓哉さんがSMAPの埼玉スーパーアリーナでのコンサート終了後に出来婚会見を行いました。相手はもちろん工藤静香さん。当日のスポーツ紙には、キムタクパパにというスクープ記事が掲載されました。ピックニュースに加えて、20世紀最後の大物カップルになるだろうという読みもあって、現場には200人を超える記者カメラマンが詰めかけたのです。登場した木村拓哉さんは黒ずくめ、緊張の面持ちで口を開き、結婚します、入籍はまだです、近々するつもりですとコメントしました。また工藤静香さんの妊娠は事実です、4ヶ月ですが、詳しいことは本人の口から聞いてください。授かったよと聞き、びっくりしたけど嬉しかったと答えたのです。ただし出来婚については胸中複雑な様子で、順序の話になるとどういうふうに言えばいいのか困ります。できたらできたでいつでもよかったと語りました。もっともこの間の木村拓哉さんは終始仏頂面、本当は自分の声で一番最初に報告したかったとすっぱ抜かれた悔しさをにじませたのです。結婚指輪の用意も式も新居さえ決まっていない段階でのスクープに不機嫌だったのでしょう。木村拓哉さんはおにゃんこ時代から工藤静香さんの熱烈なファンで、デビューする前の中学時代には静香と結婚すると公言していたのだとか。二人の出会いは1998年12月のスマップスマップ、工藤静香さんがゲスト出演して絵に描いたように意気投合。その年の紅白歌合戦の楽屋で、木村拓哉さんは工藤静香さんの電話番号を聞き出して急接近。仕事で顔を合わせるようになってからは静ねえと呼んで慕っていました。年明けから木村拓哉さんは工藤静香さんにどっぷり。4月の工藤静香さんの誕生日にネックレスをプレゼントし、8月には共通の趣味であるサーフィンでたびたび会うようになり、10月頃からレストランや海で目撃されるようになりました。12月には木村拓哉さんが10日間も工藤静香さんの実家に通う姿も撮られたのです。工藤静香さんはかねてから30歳までに結婚して子供を産みたいと語っており、サーフィン仲間で出来婚の先輩でもある酒井典子さんの助言で産婦人科に通い、タバコを止め着々と準備を進めていました。当時工藤静香さんの妊娠は想定内だったのです。仲睦まじい夫婦ですが、離婚の噂も流れています。5年ほど前までは木村拓哉さんと北川景子さんや香里奈さんとの不倫疑惑もありました。2022年の紅白で工藤静香さんと元彼の YOSHIKI さんが共演した際に連絡を取り合っていることに対して木村拓哉さんが大激怒したこともあるとのことで、離婚疑惑が関係者の中で浮上したとか。共演者で楽屋が一緒だったため、関係者がたくさんいる楽屋で親しそうに声をかけたり、 YOSHIKI さんのチャンネルで匂わせ発言をしたんだそう。また2023年3月2日のフライデーの記事では、取材を受けた際に皆さん好きにお書きになるので自由にお書きください、わざわざ来ていただくような話題じゃないと思いますし、私は答えないです、何もわざわざすみません、窮地の記者を見ながら、お元気でしたか、気をつけてお帰りくださいねと笑い飛ばしたとか。理想の結婚相手は父親よりもかっこいい人と明かしたモデルココミさんに、同級生の彼氏がいることが週刊誌週刊文春に報じられ、注目が集まった時期がありました。それは2020年5月3日のこと。
週刊文春によれば、ココミさんの彼氏は俳優生田斗真さん似の超イケメンで、学校内で人目を気にすることなく抱き合うなどラブラブぶりを披露していたといい、体育祭では肩を組んで写真を撮影していました。この報道に対して週刊女性のウェブ版は、木村拓哉熱愛発覚のココミの彼氏に長く付き合え9年愛の勧めと題して、木村拓哉さんが過去に10代のラジオリスナーに対してある恋愛アドバイスをしていたことを伝えています。週刊女性によれば、2008年5月放送のラジオ番組内で男性リスナーからの質問を募集し、当時18歳の聖也くんから送られてきた恋愛相談に答えていたそうです。相談内容は、一人の彼女と付き合うは複数の女性と遊ぶのどちらがいいか悩んでいるというもので、この相談に対して木村拓哉さんは、女の子とは長く付き合え、でもあまり長くつくと嫌われることもあるぞと下ネタ混じりの回答をしていたとのこと。こうした回答をした木村拓哉さんについて、芸能プロダクション関係者は、キムタクはもちろん昔からモテモテです、でも意外にも交際人数は数えるほどだったといいます。有名なのが、彼が18、19歳の頃に出会い付き合っていたカオリンです。実に交際期間は9年と言いますが、ゴールインは叶わず破局することに。その後間もなく工藤静香と出来婚しましたが、彼にとってカオリンは忘れられない女性でしょう。今の幸せと家庭があるのも、あの9年間があったからこそ。そんな自身の経験から、長く付き合えと助言できるのではと語っています。続けて、自分はカオリンの父親に対して責任を全うすることができなかった、それだけに娘たちの彼氏に会えることを楽しみに、また期待するところも大きいのではないでしょうか。まあ木村家の場合は、キムタクの許しというよりも静香のお眼鏡にかなうかの方が壁が高そうですが、と憶測しています。ココミさんは高校時代から俳優生田斗真さん似の同級生と交際していたそうで、その彼氏について学校関係者は、家柄もよく、コンクールでさまざまな賞を手にするなど、音楽家として将来を嘱望されています。ココミさんとは校内でも人目をはばからず抱き合うなどラブラブで、学校近くで一人暮らしをする彼のマンションに入り浸っていたと証言しています。しかし、ココミさんが3月に芸能界デビューを果たしてから状況が一変したといい、2、3ヶ月ほど前に彼は一方的に振られたそうです。ココミさんから、交際をなかったことにしてほしいと言われたと食事会の席で友人たちにぼやき、かなり落ち込んだ様子を見せていましたと同関係者が明かしています。これについて芸能記者は、工藤静香さんは自分の仕事をセーブして娘たちに尽くしてきた、だからこそデビュー間もない長女の恋愛がスキャンダル化することを危惧したのでしょうと語っています。このように週刊文春は、ココミさんが芸能界入り後に彼氏との関係を解消したことを伝えており、破局に至った真相は不明ながら、姉妹にとって工藤静香さんの言うことは絶対のようなので、逆らえずに破局となったのかもしれません。そんな工藤静香さんは自身の父親について、情に厚く愛情が底なしに深く、ハンサムでとてもチャーミングな人でした、今でもとても愛されていると語っていました。しかしそんな父親は2005年に62歳という若さで死去、死因は虚血性心不全。2000年に結婚した木村拓哉さんとの間には、ココミさんとコウキさんが生まれていましたが、マスコミに騒がれることを恐れて、父寛七さんに孫の顔をあまり見せてあげられなかったことが今でも心残りだと言います。なお、工藤静香さんが失った家族は父親だけではありません。工藤静香さんは2020年11月15日のインスタグラムで、お仕事の帰りに2つ上の兄に会いに行ってきました、すでに真っ暗で
桜の葉が落ちる音にまでビクビクしましたよ。一人きりでお墓に行くことはなかなかないのですが、暗闇で誰もいないとこんなにも心が解放されてしまうものかとびっくりするくらい、いやいや泣きました。幼い頃、お兄ちゃんの後しかついていかない私を全身全霊で全てのものから守ってくれていました。そんな兄が私の唯一の自慢でした。もう35年も経ちますが、今でもふと兄の背中に寄りかかりたくなります。思い、愛情は永遠ですねと兄へのメッセージを投稿しています。工藤静香さんの兄も、工藤静香さんが15歳の小学生だった1985年に17歳の若さで亡くなっています。死因はバイクの事故に巻き込まれた事故死だったとか。2017年6月20日、俳優の木村拓哉さんが東京都調布市仙川町の交差点で自身が運転する車両を前方の車に追突する事故を起こしました。事故現場が調布市であったことから、なぜ木村さんがその住宅街にいたのかについて様々な憶測が飛び交いました。現地事情に詳しい芸能ライターは、仕事関係であれば調布市内にある日活撮影所や角川大英スタジオがありますが、都心から調布市に向かう場合は中央自動車道の調布インターを利用するはずで、その際は事故現場の仙川町を通ることはないと指摘しています。そのため仕事が理由とは考えにくいとの見解を示しました。また木村さんは芸能人の知り合いを最小限に止めていたそうで、私的な用事で調布市内を訪れていた可能性も低いと分析されています。一方で事故現場の近くには音楽教育で知られる女子高等学校があり、木村さんと妻の工藤静香さんの長女が2017年4月から同校に入学したという噂が出ていました。つまり木村さんが長女の送迎中に事故を起こしたのではないかと見られているのですと、最も有力視されている理由が明かされています。事故直後、木村さんは考え事をしていたと語っていましたが、もしこの噂が事実であれば、スマップの解散問題ではなく家族のことを考えていた可能性があります。一流俳優の活動拠点となるような場所での事故ではなく家族の行き来が関係していたという指摘は、木村さんの私生活の一端を垣間見る興味深い見方でした。実は工藤静香さんには過去に幾度も薬物疑惑が向けられた過去があります。最初の薬物疑惑が浮上したのは、自称プロサーファーの高層雄一さんが覚醒剤取締法違反で逮捕された2009年。高層雄一さんの元カノと報じられていた工藤静香さんにも疑いの目が向けられたようです。また2014年に今度は久しぶりにテレビに登場した工藤静香さん自身の激痩せぶりや急激な劣化が大きな話題となりました。この工藤静香さんをネタにした劣化画像も出回るようになりますが、一部では薬物使用による影響なのではないかという指摘もあったようです。また2016年の初めにトースポから大物芸能人シャブ夫婦の X と Z が逮捕寸前というスクープが報じられます。トースポによると、この夫婦はどちらかといえば妻の方が薬に精通しているそうで、芸能界に知り合いが多い Z はかつて女優だったが、夫との結婚を機に活動をセーブするようになり、ここ最近でも薬物疑惑が持ち上がっていたといった妻の特徴が伝えられていました。それにより工藤静香さんにも疑いがかかりました。そして夫である木村拓哉さんの所属するスマップ解散説により、薬物疑惑が再度浮上、スマップ解散騒動の元凶とも報じられていた工藤静香さんは、かつてスマップのチーフマネージャーであった飯島さんに抗議していたことや、メリー北川副社長と実婚の間柄であることも明るみとなりました。世間では子供を降ろせと言われたジャニーズ事務所側に着く心理がわからない、よっぽどの弱みを握られているのではないかと
という疑惑も浮上しており、これが薬物のことなのではないかと見られたのでした。余談ですが、工藤静香さんといえばすでに解散したおにゃんこクラブに所属していたことは有名な話。ただおにゃんこクラブが解散したのは枕営業が原因とも言われているのです。芸能レポーターの駒井千佳子さんがバラエティ番組で衝撃の発言をして話題となりました。駒井千佳子さんが言うには、枕営業が原因で解散したアイドルグループがあるというのです。この発言を受けてネット上ではいくつかのグループの名前が挙がっています。その中で最も有力と言われているのがおにゃんこクラブ。実際におにゃんこクラブの中には男性スタッフに媚びるメンバーがいたそうで、別の番組ではおにゃんこクラブの元マネージャーがメンバーの3人と関係を持ったと暴露しています。また元メンバーの高井真美子さんは秋元康さんと結婚し、同じく元メンバーの河合園子さんもおにゃんこクラブに多くの楽曲を提供した後藤嗣俊さんと結婚していますので、何らかのそうした営業が行われていたかもしれません。今回紹介した木村拓哉さんとの結婚や薬物疑惑による逮捕の噂に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。